にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュンティービーシュンシュンです。シュンティービーシュンのラジオトーク、イェーイ。第190回、パート190、2020年10月30日のラジオトークですってことでですね、まあ、サブタイトルも書いてる通りですね、もうすぐ、11月ですねってことでですね。なんでね、まあ、今日にね、まあ、なんかもうすぐ11月ですねっていうね、お話をするかと言いますとですね、明日ハロウィンですからね。ちょっと明日はね、まあ、ハロウィンのことを聞きたいのでってことで、今日にね、もうすぐ11月ってことでね、もうもうすぐってか、あと2日後ですね。2日後ですね。もう寝て起きて寝て起きたらね、11月です。ってことでですね、11月はですね、まあ、ね、チャンネル開設月ですね。ってことでですね、11月25日が、3周年の日になります。迫ってきましたね。迫ってきたね。ようやくね、ようやく。もうすぐです、もうすぐ。もうすぐ3周年です。っていうことも込めまして、2週間、2週間スペシャルウィークの方を開催しようかなと思うんですけど、ま、いつ開催するかっていうのはね、ま、後々ね、ちょっと話します。ま、とりあえずね、ま、スペシャルウィーク開催するよーってことで、よろしくお願いしますってことで、そうやね。まあ、スペシャルウィーク、いつもなんかね、なんか生配信を結構やるよっていうスペシャルウィークやったんですけど、最近ね、生配信ね、スペシャルウィークじゃなくても結構やってるので、ちょっと、まあ、別のことをね、考えようかなと思います。何がいいですかね。もし、なんか、なんかやってとかね、そういうことありましたらね、コメント欄で、ちょっと、書いてもらいたいなと思います。まあ、できることならやろうかなと思います。うん。できることならです。できることならね。できることなら。やろうかなと思います。で、ってことでね、もうね、ラジオトークもですね、あと10回撮ったらですね、パート200になるんですよね。早いですね。いやー、200頑張りましたねっていうのは自分も言うのはあれやけど、まあ頑張ったんだよってことでね。まあ頑張りましたってことなんですけど、まあね、ラジオトークのパート200ももうすぐですってことでね、ドキドキしますんで。ねってことで。まあこんな感じでですね、今日のラジオトークはね、もうすぐ11月だよーってことで終わりにしようかなと思いますので、ね、今日もありがとうございましたってことで、また明日のラジオトークでお会いしましょう。ありがとうございました。